HKT48 の宮脇さくらです。私自身は HKT48 で10枚連続選抜入りをさせていただいていて、その中でも今回は新選抜で坂本恵里奈ちゃんだったり豊永亜希ちゃんだったり若い風がかなり吹いているので、新しい HKT48 を見せられるんじゃないかなと思ってます。海岸でドローンを使うっていうのをこうしっかりちゃんと見たのが初めてだったので、かなりテンションが上がって、私もドローンが欲しいなってお願いしたら、はなちゃんが買ってくれるって言ってくれたので、来年の誕生日楽しみにしてます。セリフを言う部分があって、そこが本当に花が可愛いので、そこはぜひ MV の編集の皆さん使ってほしいなと思います。今回記念すべき10枚目の HKT48 のシングルなんですけども、新しい風も吹きつつ、そして花ちゃんというフレッシュなセンターということで、まだまだ私はもう学生ではないんですけど、制服の似合う HKT を見ていただきたいなと思います。皆さんたくさん会いに来てください。待ってます。